こんぐらいの方がいいか。ありがとうみんな。なあ、竹坊さんもケーキありがとう。ジョセフさんもケーキありがとう。そう、18歳になりました。成人成人。やばい、ギフトがたくさんだ。嬉しいね。ちょっとリップだけ濡らしてごめん。ちょっとさっきのね N の実況してシャワー、リップが取れちゃいました。ありがとう。そう、ケーキも食べさせてもらって、あ、ともひこさんタワーありがとうございます。わ、ななみちゃんもケーキありがとう。みのりちゃんもケーキありがとう。そう、え、高さいける？何のリップ？これはケイトのリップモンスター07番。甘いもの最近控えてないよ。誕生日同じ？あ、皆さん生誕 T シャツゲットしてくれましたか？私ゲットしましたよ。そう、今日は、あ、グルさんタワーありがとう。そう、18歳と11月8日、もう今年18歳の時しかできないデザインにしました。皆さんぜひゲットしてください。すごい、誕生日仕様になってる。わっ、スバルマルさんありがとうございます。一番におめでとう祝い来たの誰だった？中学のお友達ですね。嬉しい。そう、今年は黒にしました。なんかこう生誕 T シャツってやっぱ1年に1回しか着られへん、1年に1回じゃないな、特別な服というか、生誕さ、あ、まいちゃんケーキありがとう。そう、なんていうの、生誕祭っていうのはさ1年に1回しかなくて、だからそれの日の派手な色でもいいかなって思ってたけど、でもなんか自分がレッスン着とかにしても着たいなっていう、ちょっと自分の欲もあるんですけど、やっぱ皆さんもなんかもう家からそのまま生誕 T シャツとか着てきてほしいなっていう密かな願いというか。あ、たっちゃんさんありがとう、ケーキ。そう、あ、全然それで着てこいとかじゃないよ、着てこいじゃないけど、あ、リキアさんケーキありがとう。そうし、なんか普通にまあちょっと散歩するぐらいのやつ時とかにも着てほしいし、ってなったらやっぱシンプルめの方がいいなと思って黒にしましたね。黒やったらシャツもなんか下着類とかも透けないから黒がいいかなと思って黒にしました。そうだからさ、やっぱ生誕祭とかもしそう私のファンが来てくださるときに、あ、ゆうすけさんありがとう、神谷さんありがとう、欲しい。そう、それで来て、みんながたくさんの方がもし来てくれてきたってことを想像したら、黒ってやっぱ寂しい、なんか暗いかなと思ったから、皆さんペンライトいっぱい振ってくださいね。ね、うわ、はじめましてさんありがとう。何これ、 GGZG って何？ね、そうなのよ。メンバーまたは弥生とマコにあげました。あ、弥生もロッカーに入れといたよっていうの忘れてた。わ、ヤミーさんケーキありがとう。た
あ、炭酸せんべいさん星ありがとうございます。最近ハマってるローソンのエビマヨスティック、うん、なんか食べようか。わっ、辛っ、かわいすぎてさん、ハートじゃない、ケーキありがとう。みのりちゃんケーキありがとう。あ、よしさんもケーキありがとう。わっ、ユンライトもヤミさんありがとう。そう、でもこれ食べようかなと思ったけど、あんまり今お腹空いてないから、うん、我慢しようかな。わっ、イキヤさんありがとう。そう、誕生日ツイートリプいっぱいだった。え、そう、嬉しいね。そう、なんかみんなさ、正直ね、正直あのなんていうの、あのやっぱ N の初日やんか、今日実況もさせていただいて、なんかもう忘れられるんじゃないかなって思ってたんよ。わっ、ともひこさんクラッカーありがとう。そう、あのみんな初日の方が興味があって、自分の誕生日忘れられるんじゃないかなって思ってたけど、覚えてくれてましたよね。みかなちゃんがストーリーあげてくれてたの。え、そうそうそう、あー、グルさんありがとう。はいちゃんありがとう。みあの夜中というか、まあ、誕生日過ぎてから、あのなんかみかなさんから LINE 来て、あれと思って、あ、おめでとうの LINE なのかなってちょっと思ったんですよ。あのそれも変、お前期待すんなよって感じやけど、あのあれ、もしかしてその TwitterX のリプじゃなくて、あの直接メッセージで送ってきてくれたんかなって思ったら、動画、なんかまさか動画が来てて、なんかこれ載せてもいいっていう、なんかあのなんていうの、のメッセージが来てて、えっ、ー、と思って、えっ、載せてもいいと思って、もちろんですって返して、で、ああちょっと、そう、それに決まってる、いやマジそれな、そう、あー、さえちゃんケーキありがとう。そう、え、もうほんまにもう泣く絵文字いっぱいもう送って、ももちろんですって言ってツイッターに載せて、あ、インスタか、インスタに載せてくれて、あのリプでも言ってくれて、マジで嬉しくて、ほんまに嬉しかったのよ。で、昨日さ、リハ終わってでからあの御堂筋のイルミネーション行って、で、まあ、そっからお風呂とか入ったりしとって、で昨日も一日中は言い過ぎやな、まあ、結構長時間リハやったからさ、正直さ寝落ちしそうやったのよ、誕生日。でも絶対起きとくと思って起きてて、三河野さんからまたメッセージ来た瞬間、マジでもうまたもう目覚めて、前もなんか目覚めた話したな。そうで、多分美咲テンション上がった時めっちゃ早口になるのよ、多分今もめっちゃ早口になってると思うけど、そう、もうめっちゃ早口になっちゃって、ママに話す時もめっちゃ早口になって、なんでそんな早口になってるんって言われて、興奮しすぎやろってちょっと言われちゃいました。そうです、載せてくれた、載せてもくださったし、メッセージ直接でもおめでとうって、またどっか行こうねってもう言ってくださったし、ツイッターでも言ってくれて、マジで嬉しかった、もう最高の誕生日。誰から一番にお祝いに来たの？誰やろ、ガチで誰なんやろな、iPad で見ていい？誰やろ。そう、めっちゃ嬉しかったのよ。リサにさ、早口すぎやろって言ってるけどさ、人の子って言われへんよな。リサギも早口になりがちやから。
誰なんやろな。ライン開か、でもメンバーやったら、あの普通にみんなの中やったら中学からの友達なんやけど、メンバーやったら誰やろな。あれやで、多分ツイッターのリプのリプやで一番早いのだから、ゆきのんが一番最初にツイッターいいねしてくれたけど、リプを送ってくれたのがイケてんなですね。おい坂下真子、あの12時ぴったりに、あヤンビーさんケーキありがとう。ちょっと絶対読み損ねてるよね。あバリーさんありがとう。そう、あれマコがぴったりに言うとか言ってたのに30分ぐらい過ぎてて、おい5歳やからセーフとか意味わからんのか言い訳されたけど、全然5歳じゃねえし、一番なんか5んやばい、めっちゃ過ぎちゃった、でも5歳やし一番乗りしようみたいなこと言ってたけど、いや全然5歳じゃねえし一番でもねえよってちょっと送りましたし、なんかあの桃太郎の画像とか送ってきてるしね。うわ来た、うわ桃太郎女や、桃太郎女や、桃太郎女や。まあとかいう美咲も12時ぴったりには送ってなかったけど多分いやでも、まあ、坂木真子ちゃんは坂木って言うんじゃないよ。坂木真子ちゃんは、あ今横に来たけど、12時に送るとか言ってたのに30分とかに、嘘やろ30分後に送ってきて誤差とか言って、ちょっとちゃうで18分後やで。30分やった違うよ、15分、ガチ18分、あ30分後は美咲が返信した時間、そうやで、早く返信して、いや早く送ってよそんなそう、作パンがね、あの何やったっけ、ずっと坂田の誕生日を忘れませんって言ってたのに、あのおめでとうもメッセージもこんくて、今日そのエナの実況のためにあの劇場行くじゃないですか、で会ったんですよ、でおめでとうじゃなくて一言目何やったと思いますか。マンモスやばいむずいと思って、あちょっと待って、あたくやんさんありがとうございます。マンモスやばいむずいって言って、でこれ勝手に言っていいかな、マンモスのなんかマンモスっていうの言葉を歌ってる時になんか2回言うんですよ、マンモス何らマンモスみたいな、それを昨晩なんか2回ぐらい3回歌っちゃったらしくて、その話が好きすぎてそれでずっといじってたら、マンモスめっちゃむずいなめんなよって怒られて、でその後になんか踊り出して、あ待ってそういえば誕生日おめでとうって言われましたで、作パンのストーリー見てもらったら分かると思うんですけど、あの即興バースデーソング歌ってもらいました。そう空振りマンモスしてました。そやで、そういえばやで、ガチで忘れられとったよ本当に、悲しい、あんなに忘れへんって言ってたのに、みひなはちゃんと送ってくれてましたよ、ツイッター、いや X か、えすごっ二台待ち、すごっ連携してるから、後で配信します。
そう、まあでもめっちゃね、皆さんメンバーだけじゃなくてこうやって皆さんからもたくさんリプでもお祝いしていただいて、なんか私のなんか画像のね、なんて言ったらいいん、あ、よしさんケーキありがとう、画像のわざわざ作って投稿してくれたり、めっちゃ長文で書いてくださったりとか、マジで全部見てるんで、そんなあの見たりしてたら昨日夜中の3時になっちゃいました。幸せな夜更かしです。いやー嬉しいね。そう、しかも直接でも皆さん言ってくれたし、今日ケーキも食べれたし、でも今日はねお家帰ってからもケーキ食べちゃうんですよ。で実はあのお昼あのまあ練習してたんですけど、その後その N の配信実況するまで時間があったんで、まことねパンケーキも食べちゃったんですよ。誕生日やからいいよね。わ、たくやんさんバラいっぱいありがとう。誕生日はこうでなくっちゃ。わ、まるるさんありがとう。誕生日の誕生日後3日間は誕生日の余韻に浸って OK にしよう。そう、ちょっと今日ねお家で配信できひんから、なんか全然壁とかもさ、なんか全然誕生日っぽくないけど許して。なんでかぶったんやろ今。わ、カメさんタワーありがとう。タワー、わ、ジュンさんケーキありがとう。マルルさんもケーキありがとう。カメさんありがとう。タマイコさんもありがとう。サイちゃんもハートいっぱいありがとう。甘いもの以外何か好きな食べ物は、あ、甘いもの以外は何か好きなもの食べた、今日はまだ食べてない、あ、焼き鳥、焼き鳥食べた。あ、トムさんケーキありがとう。これも最近ハマってるから好きやね、エビマヨスティック。これいつまで食べれんねやろ。あ、12月7やって全然いけるじゃん。わ、炭酸せんべいさんありがとう。チキンマヨ、これサラダチキンじゃないんだよな、エビマヨスティック。わ、リキヤさんありがとう。すごい、なんか誕生日やけど誕生日ぽい話も何もなんか思いつかんし。今何時？あれ、美咲ってでも何時に生まれたっけ？夜の7時やったかな、8時やったかな、 いつも間違えちゃうねんな。だから今生後2時間とか、2時間も経ってないぐらいかも。あ、みのりちゃんケーキありがとう。帰ったらリプレイ祭りか。まあいっぱい送っていただいたんで返します。誕生日おめでとう、ありがとう。妹ちゃんには昨日怒らせてしまいました。声がでかいからさ、うるさいって怒ったのよ、美咲が。うるさいって、そしたら喋ってないやんって怒られちゃった。喋ってないやんって言われて。
で、なんかメイクのキラキラを見せたくて妹に、そのうるさいって言って喋ってないやんって怒られた後に、えねえねえキラキラにキラキラわかるって言ったら、顔見てきたんですよ一回。パッと見て知らんって言ってどっか行かれました。怒らせちゃった。そう、怒られちゃった。じゃあ寒っ、ちょっと待って、寒い。ごめんなさい。そうなんです。わ。そう、怒られ。え、今日のあの私の誕生日ケーキなんだと思いますか？聞いてね。あ、やっぱ聞いてる。うん。チーズケーキ。ブッブー。チョコケーキ。あ、それは前今までそうやった。あ、そうなの。今年買っちゃうの？今年は違う。ガトーショコラ。ブブー。ブシュドノエル。チーズケーキ。ショートケーキ。サーティワンのアイスケーキ。あ、違う、あの。誕生日おめでとう。うわ、分からんからって話そらした。じゃあよ、正解はいちごタルト。分からん。分からん、いちごタルト。うわ、そっか。でもこれあれやで、多分あやぴょんは知らんかもやけど、うん、多分ファンのファンというかここに見てくれてる人なんでって思ってるかもしれない。美咲、いちごそんな好きじゃないのに。なんで。なんで。違うね、違うね、あのこれには理由があって、いちごだけ食べるのは好きじゃないね。あ、でもタルトになったらめっちゃ好きやねん。どういうこと？なんかさ、うん、あの、うん、え、でもな、ケチャップ嫌い、ケチャップはいけるけどトマト無理ってのはわかるやん。だってなんか形が違うしさ、味もちょっとちゃうからさ、わかるやん。でもさ、いちご無理だけど、うん、無理というかそんな好きじゃない？食べれるけど、別にこう好んでバクバク食べるわけじゃないけど、タルトになった瞬間、うん、めっちゃ好きやねん、いちご。びっくりした、びっくりした。なんで？いちごは好きやけど、いちごタルトは好きじゃない。あ、いちごはあんまやけど、いちごタルトめっちゃ好き。だからママにもさ、タルトになったら好きなん？え、そう。え、サクサクのが好きなん？え、もう好きやし、うん、多分相性がいいからなんかな。あ、そういうこと。そう、え、だって聞いた？聞いたな。いちごはそんな好きじゃないけど、いちごタルトなんかめっちゃ好きだし。なんで？ほら、ショートケーキとかにもよくね。え、それは嫌やねん。え、食べたよさっき。え、違う、そのなんていうの、好んでじゃない。そう、家ででも好きやで、ショートケーキもめっちゃ、うん、だからケーキ好きやもん全部。あ、そうなん。あ、モンブランはあんまり食べられへん。モンブランの良さわかるよ多分。モンブランコ。でも最近ティラミス好き。え、でもさ、今日のケーキめっちゃ美味しかったよ。美味しかった。だからさ、だからさ、ケーキ出たんですか？そう、はい、配信中に。だから来年のケーキ、ショートケーキにしようかと思ったぐらい好き。なんか美味しかった。食べきれないかったからさ、いっぱい、お腹いっぱいで。どういうこと？やったからさ、ミヒナにあげた。え、ミヒナとマスク。いちごのショートケーキ、え、いや、嫌いじゃないよ、嫌い、好きだけど、なんかさ、やっぱケーキって、ケーキってこう、なんか1回の誕生日につき1回やん。で、その1回にショートケーキは自分では選ばんかなってことなだけで、普通に好き。てか、ケーキ好きやん。そう、好きやけど、あの数、そう、数、種類の中でケーキあるなら、他のやつ、うん、選んじゃうかなってだけやから、普通にめっちゃ好きやで、ケーキは。だから今日のショートケーキもめっちゃ美味し、好きやって、好きというか、めっちゃ何でも好きって好きや。そう、めっちゃ美味しかったよ今日のケーキ、マジで美味しかった。そんなこと言われた、食べた
うさ、うさぎやったよな、うさぎ。うさぎ乗ってた。あ、ぴょんやぴょん。多い。あ、私要素ってことでいい。え、マッパたちに来たでも。え、そうだ、マッパ。4分割に来たから。そんなグロいこと。わ、トムさんありがとう。ありがとう、トムさん。あれかも感謝する。え、でもめっちゃ美味しかった、今日のショートケーキ。ほんまにありがとうございます。いいなぁ。TikTok 上がりました。あ、みさきです、今日は。あ、わぁ、やってみなさん。さっき、あれ、リサと予想してた。今日誰やろうなって。今日は、今日の B2 の TikTok、坂田美咲です。わぁ、神さん、ありがとうございます。ありがとうございます。え、どうやった新公演。なんか、いい意味で N っぽくない？あ、そうなんや。でも、瀬戸里可愛いよな。そう、なんか N、うんうん、N の、今までの感じじゃない、なんか新しい N みたいな。の、染まってない感じ。なんかハートの、ああ言ってた言ってた、あれかわいい。一瞬だけ DMM 見て、うん、でもあのあれみんなめっちゃ見るから見る。わ、よしさんケーキありがとう。あ、そういうことね。そうそうそう、あの見る人多くて。よしさん約束したか。私前がどっか行った。え、オイルの方じゃなかった？え、両方持ってたっか。なんか色も持ってたやけど、あのさ、なんかツイッターでめっちゃバズってたりしたの。はい、なんかインテンスなってたみたいな。ああ、ああ、あれをあのどっかやってしまって。え、やば、ディオールナクスはやばいで。え、しかも前から3回ぐらいしか使ってない。もったいない。そう、つらいの。え、26番持ってる。え、待って、26番見せて候補に挙げてた色かもしれない。え、かわいい、その色。かわいいかな。面白い。どっかに。でもオイルどこのがいいんだろう。あ、26見せて入ってたわ。あ、竹坊さんありがとう、ケーキ。26してね。ちょっと見せてない、メモ。え、みさ、あ、五色あったわ、あやぴょん。多くね。うん、五色、五色、五色。五色？うん。三万あったら買える。やば。やば。そう、可愛いよね。みんな全部可愛い色やもんな。そうで、ゆいなさんのつけてた色もマジで迷うな。でもこれちょっと今番号言ってさ、あ、確かに。そう、知られたくないかったらさ、絶対そんな、そんなことないと思うけど。うん、ちょっとあんま言わんとくわ。ゆいなさんかわいい、いつも。そう、え、でもな、ゆいなさん、私は9番が欲しいですよ。待って、9番も美咲入ってんねんけど。9番ないっすよ。あ、待って、じゃちょっと、あ、美咲の、うん、あ、もういいか、別に。なんで内緒にしてんねんやろ、自分。買ってないのに。え、美咲が欲しいのは、うん、あ、01番前買ってた色、普通に透明のやつで01番と07番、うん、09番、うん、12番、26番で迷ってるってこと。これ何番？え、これかわいい、この色かわいくない？パッて出てきた。え、これ多分09とかじゃない？9番？あ、全然ちゃうわ、51やん。めっちゃかわいい。なんかこういう、何系が好き？え、なんか、うん、ブルベとイエベに合うやつ選んでるかも。で、ピンク系が好き。オッケー。今何のリップ？今は、今はケイトのリップモンスター07番にロング&のグロス。じゃあこれやばくない？これ絶対モートピンクじゃないやろ。これ透明のグロスやったのにピンクになっちゃった。絶対色めっちゃ知ってるやつやん。そう、まあ、やっぱ本当桜田彩香ちゃん、桜田だよ。リハ終わり。え、お疲れ。ありがとう。でもめっちゃ疲れたね。ちょっと、ね、あかんわ、二人でおったらさ、うん、絶対言っちゃいそう。美咲も言っちゃいそうになるわ。ごめんよ。え、なんかめっちゃ楽しみ。また後で。さっき練習しとってん。あ、そうなんや。あ、美咲じゃないで、キュウキュウさん。彩香はメロメロ可愛い子を任せてるから行くね。え？何を言ってんのかな。え？メロメロ可愛い子は一人しかおらんやろ。
あ、美咲ね。うん、黙れ。あ、やばい、配信中なのに。面白い女やろ。あ、面白い。あのさ、いや昨日な、うん、いやあの一昨日のさ、あのさ3人でさ練習しとった時のさ、うん、写真をあやか今日の夜中一人で見て、うん、めっちゃギャラギャラ笑ってた。やめてくれよ。坂田美咲。そうでもこれはちょっと言えないから、公演が終わったら。あ、そうやな。裏話でまたちゃんと詳しく言うけど。ネタバレ。そう坂田美咲が超面白い女やった。バイバーイ。お疲れ。おめでとう。ありがとう。あ、のむむさん、タワーありがとう。え、やばい、お腹空いてきたかな。エビマヨスティックでやっぱ食べたくなってきた。でもなんか食べながらするのちょっとやめ、嫌やから申し訳ない。我慢しようかな。家にもケーキあるからね。皆さん本当にギフトありがとう。え、なんかピンクの壁かわいい。ピンクの壁好きやし。あ、違う違う、ピンク色好きやし。てかさ、あの誕生日ケーキとかじゃなくてもう何でもいいねんけどさ、普通にさコストコのバカでかいティラミス食べたいんな、めっちゃ。あのコストコのバカでかいケーキ食べたいな。あれを1日で食べてみたとかしてみた。誕生日感ある、ほんま？ならいいや。なんか急に気温変わるから嫌だ、寒い。あー、じゃあこの中にってこと。誕生日ありがとうございます。ちょっと水飲まして。これつけて頑張ってる。めっちゃ喉乾いた。ロミちゃんですよ。乾燥してるかもしれん、クーラー。あ、ごめんなさい、めっちゃ食いしちゃった。すいません。そう、クロミかわいい。これ充電器とか入れも、あ、充電器以外も入ってる。もうこれガチャガチャでやったやつ、意外とサイズが良くてね、ずっと使ってるんですよ。充電器とか入れてるのに。え、待って、最悪、めっちゃ詰め込みすぎてちょっと避けてきてんねんけど、やだ。もうこれ結構お気に入りやのに。セット揃えれてない。ハメまでクロミちゃんのミラー当てて、そうや、なんか前さ、いつぐらいかな、1ヶ月ぐらい前かな、分からんけど、あのクロミちゃんのくじ引きが、あ、ジョセフさんケーキありがとう。クロミちゃんのあのケーキ、あ、ちょちょちょ、くじ引きがファミマでやっとって、やりたかってんけど、でもなんか荷物入らん
かったから、あのやめようと思ってまた今度しようと思ってたら終わっちゃってた。悲しい。てかなんかリップちょっとさ、ごめんね、自分で詰めたのでは。そんなこと言わんといてよ自業自得。さっき言ってたリップと変わってるやんけって思われそう。これはロマンドの25番ですね。生誕って書いてよかった、ありがとう。マジで着やすいデザインにしたから。ハロウィンの時セブンでクロミちゃんのケーキを食べた。食べましたよ。食べて、違うねん聞いて、あのとっとた食べてるところを動画で撮ってたんですよ。動画で撮ってルームスに、まあ、ただ咀嚼してる動画やけど、まあ、クロミちゃんのケーキの食べた動画を載せようと思ったら7分ぐらい撮ってしまってて保存ができひんくて、もう長すぎて動画が。あー、リキアさんありがとう。そうで、あ、竹本さんありがとうございます。でだからもう諦めてもう無理やわって思って、もう保存できひんくて、でもう一回明日リベンジしようと思ったけど、クロミちゃんのケーキも売ってなくて、もう結局写真も撮れずにあれ終わっちゃって。だからほんまに食べてないやろって思われるかもしれないけど、マジで食べたよ。マジで聞いてほしい。あのカチューシャ、クロミちゃんのカチューシャつけて、でなんかクロミちゃんの柄のロンティー着て食べて、マジでクロミちゃんは。リコタンタワーありがとう。リコちゃんありがとう。そう食べた、えめっちゃガチ勢で食べたのに保存できひんくて、もう最悪と思って。めっちゃ美味しかったあれ。でも欲を言えばマイメロも食べとけばよかったって思った。キラキラ、え、動画撮ってたよ。ちょっとこうやって開けるところから動画撮ってたのに。そうでもめっちゃ美味しかったあれで、あ、まあそうで、そこでチョコケーキを食べたから、なんか今年はいつも毎年ほぼチョコケーキやねんけど、あのチョコケーキやねんけど、そこでちょっとあんまそんな大きいやつじゃないけどめっちゃ美味しかったし、なんかチョコケーキ食べたから今年はチョコケーキ以外にしようかなと思っていちご食べとにしました。食べてる時の話してる時めちゃピー嬉しそうってきた。幸せそうか。幸せだもん、食べ物大好きですよ私。わ、キアさんありがとうございます。わー、リコちゃんタワーまたまたありがとう。ケーキ食べたなってきたやんか。食べますか一緒に。
うんチョコ、うんチョコピー、やめてください今日もやらせられるかと思った。セーフセーフ。なんか狼とプライドチーム A でやったねあ、してほしかったってことか。もう N であるってことは他の公園ではないってことになっちゃうもんね。そう、可愛かったね。あ、よしさんケーキありがとうございます。持ちネタじゃないよ、全然持ちネタじゃない、人のネタですB2 のストレも期待しかない、期待しててね。リポートされてた、確かに。うんちょこしてほしいな。絶対やらんよそんな。あれは YNN だけにしてくれ。ねえ、マニアックな実況もそう。もっと詳しいこと言ってくれると思う。もっととかいっぱい。たくさん言ってくれると思うから、ぜひそっちも皆さん見てください。あ、振り全然振りとかじゃない、もう全然違うやめて。渚最高のギャグでもできそうだ。マジでやだいつかしようかな。でも意外とさ、あのギャグのところ何もないからさ、何もないというかいつもどうしよっかなって迷ってるから、もしかしたら見れるかも。あ、グルさんケーキありがとうございます。なんか近い。ゴイゴイスはね、なぎささんとケイトさんがやってるんですよ。だからしません。明日メラメラ楽しみね。そう、明日メラメラ、明日のメラメラはね、8期生だけで出演させていただきます。出演させて、うん、出演しますか。そう、同期ならではのなんか裏話とかももしかしたらいろいろあるかもね。あ、竹本さんありがとうございます。でもまだメラメラが2回目とかかな、2回目とか2回目やから、ま、慣れてないからさ、きっち緊張しちゃう。画面ランプあったっけ、メラメラ。なんか分からへん、何が何か久々メラメラ。そうよ、こんばんは。明日行きます。ずる休み、ずる休みするんですか平日か、明日も。そう、昼型と夕型で名前が変わって、メラメラとバチバチに、ちょっといまだにどっちがどっちか分からなくなっちゃうけど、
そう、出演させていただきます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。まあ、内容確かにあんま変わらんけど、しちゃんって読むかな。ありがとうございます。メラメラで祝われる、祝ってくれるかな。弥生ちゃんとあみちゃんの面白さは確かに、弥生とあみちゃんがおるんか、だいぶおもろいんちゃう。天然かける天然。ガベガベ NMB とダブダブ NMB なら分かりやすいのに。確かに MC の芸人さんのはどっちがどっちかは分かりやすいけど。確かに意外といいかもね。アミちゃんに普段なんて呼ばれてるの？え、ミサキちゃんじゃない？ミサキちゃんやった気がする。そう、アミちゃんも実はね、ミサキちゃん呼びなんですよ。ミヒナとアミちゃんがミサキちゃん、あとサキちゃんもミサキちゃんか。あと誰やろ、あ、分からんわ。ミヒはミサキちゃんまでが名前って、おもろ。でも多分やけど、ミヒナは8期の中で、8期で、そう、サクちゃんはニックネームがサクちゃんやからサクちゃんって呼んでるけど、その普通のなんていうの、ニックネームじゃないちゃん付けで呼ぶのはミサキだけじゃない？だってミヒナ、ミサキちゃん、ミサキだけミサキじゃない？だってマコもマコって呼んでるし、アミちゃんもアミって呼んでるし。わ、アオさんありがとうございます。アリコちゃん、クマありがとう。クマ、あ、全然つながった。クマちゃん、特別感なんかな。あの、なんでなんやろ、ちゃん呼び解消は。多分もうでも1年ぐらい経ってさ、もうすぐ2年経とうとしてる時にさ、ちゃん付けやめてはちょっといい、無理よな、絶対直されへんもんな。あやぴょん、あやぴょんは桜田彩香、桜田彩香待って呼ぶけど、でもあやぴょんとも呼ぶで。距離感がリアルすぎる。いや、違う、そんな勘違いせんといて。別に仲悪いとかビビらせてるとかじゃないから、ビビらせてるとかじゃないから。え、だってみひなめっちゃ普通にめっちゃ喋るで。みひなに聞いて、みんな聞いてください。別になんか呼び方、呼ばれ方、別に何も気にしてないんで、美咲全然なんて呼んでもらってもいい人やから。いや、やめて、ガクガクブルブルなんて、そんなことしてないよ。
え、こっちと今日白に持ってった時巻き髪めっちゃ綺麗に見える。気のせい。さくちゃんが佐賀ともめっちゃ優しいって言ってた。マジ？ありがとう。嬉しい。ひじかゆい。待って、なんかまだまだ配信したかったけどさ、もう9時54分なんだが、もう終わっちゃうし、55分になったらランキング読みます。いや、いやちょっとあっけな、足しびれがまだ残った。え、これってさ、え、18歳になったからさ、10時過ぎまで無理なんかな。高校卒業か、無理か、無理やったっけ、無理やか、無理か、無理か、くそー、まだ配信できるってちょっと期待したのにダメでした。確かにこれでいけるかなと思ってさ、ランキング読まずにさ、ずっと喋り続けとって、ベラ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 喋り続けとったらさ、切れたらちょっと恥ずかしいから嫌だ。高校生の間は無理なのね。ってことはあと1、10人、1、2、あ、でもあと4ヶ月ぐらいで超えれる。え、マジでほんまに思うのが、この10時から12時の2時間ってマジででかくて、そう、基本多分12時までぐらい、そう、10時から12時が一番さ、皆さんも都合いいんじゃないって思ってさ、時間的にはだって自分自身がさ、あれやもん、その時間にめっちゃ携帯触ったりするからさ、この時間にできたらめっちゃ見てくれる人も増えるかなとか思うし、公演終わりってなったらその時間ができるのがでかいから、あ、やばいやばいやばい、時間やばい、ランキング読みます。そう、めっちゃその2時間でかいから、あと4ヶ月の辛抱です。じゃあランキング読みますね。いや、今日はほんまにいっぱいギフトありがとうございました。ランキング読みますね。ちょっと待って、なんか横向きが分かる。13位ヤミーさん、ありがとうございます。12位ジョセフさん、タオメメラメラ行く、楽しい時間を過ごしましょう、ありがとうございます、待ってます。11位みのりちゃん、ありがとうございます。10位たくやんさん、ありがとうございます。9位リキアさん、みちょぴ18歳おめえあらありがとうございます。8位竹本さん、18歳も笑顔満タンな一年になれますように、ありがとうございます。7位よしさん、ありがとうございます。6位バリーさん、ありがとうございます。5位のむむさん、ありがとうございます。4位ともひこさん、ありがとうございます。3位グルさん、ありがとうございます。2位カメさん、23日お話し会参加します、あ、ありがとうございます。1位リコタン、ありがとうございます。本当にありがとうございました。うわ、も欲を言えばもっと配信したかったけど、ちょっと時間があれなのでダメですね。まあまあまあ、ルール。でもさ、ルールっちゃルールやけどさ、絶対に起きてるよねとは思うよな、みんな。10時から12時でも。
まあでもルールなんで。いやありがとうございました、ほんまにめっちゃありがとう。ちょっと日本語変になっちゃった。嬉しい。なんか去年も多分この日に配信してたと思うけど、去年からも応援してくれてる方も いれば、あの YouTube 見てきたよって言ってくださった方もいたりとか、なんか今年になってから推し始めましたって言ってくれた新しい方とかも、ほんまになんかいっぱい、なんかいろんな方がお祝いしてくださってマジで嬉しいです。本当にありがとうございます。まあ、これで、まあ、この先次は19歳、20歳、21歳、22歳、23歳、24歳、25歳、26歳、27歳、28歳、29歳、30歳、31歳とかなっても、どん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 こう下がってほしくないね。こうお祝いしてくれる人がこうやって増えていけるように頑張りたいと思います。そう、じゃ あスクショタイムしとこ最後に。18、あ逆か、あこれできあこう18なってる、あもうちょっとボサボサ、あちょっとあっ